フリーから打席がつながっていきました。まずインタビュー、近藤健介選手が呼ばれます。そして和田剛、今日は6回途中まで2失点という好投でした。自身2勝目をマークしています。それではヒーローインタビューです。放送席、そしてペイペイドームのホークスファンの皆さん、ヒーローインタビューです。見事連敗をストップしました立役者投打のお二人にお越しいただきました。まずは先制タイムリー、近藤健介選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。先制の場面、ツーアウトから回ってきたチャンスでしたが、どんな意識でバッターボックスに向かったんでしょう。遠征で不甲斐ない打席バッター続いていたので、なんとかいいバッティングをと心がけた結果、ヒットになってくれてよかったです。チームとしても久々5試合ぶりの先制点、本当に大きな1本だったと思いますが、いかがですか。本当に野手で点が取れてなかったので、本当苦しい試合が続いてしまっていたので、今日は先制点取れてよかったなと思ってます。昨日はゲームが雨で中止になりましたが、日曜日のゲームで近藤選手にはヒットが出て、これで2試合連続ヒット、ご自身の状態はいかがですか。まだまだもっとできると思ってるんで、頑張りたいなと思います。本当にビジターが続いて、今日2週間ぶりのこのホームゲームだったんですが、改めてたくさんのホークスファンを迎えてのゲームというのはいかがでしたか。やっぱりこのペイペイドームで、プレーするのが一番力、もらえるので、まず今日勝ててよかったなと思ってます。昨日までチームは連敗中だったんですが、今日勝ったことで開幕からこの本拠地ペイペイドームは6戦負けなしです。いかがですか。本当ファンの方のおかげで、勝たせてもらっているので、どんどん勝っていきたいなと思います。さあ改めてこれで連敗がストップしました。明日からも当然戦いは続いていきますが、最後にファンへ向けてメッセージお願いします。はい、ここからまた勝っていけるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。まずは打のヒーロー近藤選手でした。続いては投のヒーローです。6回途中2失点、見事2勝目をマークしました和田剛投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。チームが連敗中での今日のマウンドでしたが、どんな意識でマウンドに向かったんでしょう。もう絶対連敗を止めるという気持ちで、マウンドに上がりました。和田投手にとっては今シーズンこのペイペイドームレギュラーシーズンは初めてのマウンドだったと思いますが、いかがですか。そうですね、やっぱり投げやすかったですし、これだけのホークスファンの前で、投げられると本当に幸せだなと思って投げてました。改めて今日のピッチングを振り返らせていただくんですけれども、まず序盤3イニングスパーフェクトピッチング、素晴らしい内容だったと思うんですが、そのあたりはご自身いかがですか。本当ここ2試合ずっと自分自身が良くなかったので、本当久しぶりのペイペイドームでのマウンドでしたし、初回から飛ばしていって、相手も実証で一緒にやっている早川君だったので、情けない姿見せられないなという気持ちで、投げました。その早稲田大学の先輩後輩の関係ではなく、早川投手との投げ合いにはなりましたけれども、やはり意識するところはありましたか。彼より先にマウンドは降りてしまいましたけどね、本当にチームが勝ってよかったなと思います。何か試合前に早川投手とのやり取りっていうのはあったんですか。いや、もうここでは話せません。特にないです。ありがとうございます。本当に4回にはホームランは打たれましたけれども、6回途中2失点と、ここ最近先発投手が苦しいピッチングが続いていた中でしっかりゲームを作ったと思います。改めて今日のご自身のピッチングいかがですか。そうですね、もう本当に初回からね、一球一球もう全力でという気持ちで、昨年の、ね、時の、気持ちを思い出しながら、ね投げましたし、先生との、ね、ゴンちゃんがいいタイムリー打ってくれますし、昨年まで、ね、よく打たれてたバッターだったので、はいベンチでタイムリー打った時には頼もしいバッターだなと思って見てました。はい、何か近藤選手にはその後ベンチで声などはかけられたんですか？いや、もうナイスバッティングという、はいまだ試合中だったのでね、それだけでしたけど、本当にね、いいタイムリー打ってくれましたし、その後ね、柳田もいいヒット打ってくれましたし、はいその後に、はい、ホームラン2発連発で打たれてしまって、本当にすいませんでした。これでチームにとって改めてこの先発ピッチャーに白星がつくというのは2週間ぶりなんですが、その中でも本当に大きな勝利だったと思います。いかがですか？たまたまね、自分がそういうふうになりましたけど、後ろの、ね、投手がいてくれるからね、自分も全力で投げられますし、後ろの投手がしっかり抑えてくれたんでね、今日の勝ちにつながったと思うので、また明日からね、明日はゆいとかね、久しぶりに先発するので、またホークスファンの皆さんでね、バックアップしていただけたらなと思います。本当にご自身、昨日話していた通り悪い流れを断ち切るピッチングだったと思います。改めてこのたくさんのホークスファンに向けてメッセージお願いいたします。はい、本当に連敗でね、ユイトに託さなくてよかったなと思ったので、明日はいい気分でね、マウンドで投げてもらいたいですし、また明日からね、しっかりと勝って、この5連敗したのをね、取り返せるようにまた明日から頑張ってきますので、応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。見事なピッチングで2勝目を挙げました和田毅投手でした。今日のヒーロー近藤選手、和田投手にお話を伺いました。放送席どうぞ。確かに初回から一球一球全力でっていうところは和田投手から伝わってきましたね。そうですね、非常にね、立ち上がりはね、素晴らしかったですからね、やっぱりそのね、ピッチングがあったから、やっぱりこうね、3回の攻撃につながったと思うんですよね。はい、本人がここ2試合良くなかったと、その後1回抹消があって、ちょっとね、感覚を上げたわけですが、実際、哲さん見ていても、だいぶ変わった感じでしたね。そうですね、まっすぐの走りもね、戻ってもいい時にね、戻ってましたしね、状態はね、だいぶ上がったのかなという感じがしますよね。これくらいのまっすぐ投げていれば、問題ないぐらいの。そうですね、やっぱりまっすぐの質で抑えるピッチャーですから、やっぱりそこが球走るか走らないかで、やっぱりね。全然違いますからね。和田が今季2勝目で、近藤は、ずっと遠征中の不甲斐ない打撃だったんで、どこにも言ってましたが。